まずジュビロ磐田、ゴールキーパーが三浦龍輝、ディフェンスラインは4枚です。右から鈴木、伊藤、リカルド・グラッサ、そして松原です。ボランチの位置には今日は上原が累積警告で出場停止で、山本と鹿沼が入りました。山本は通算 J2 通算100試合出場です。中盤右に松本、トップ下金子、左ドゥドゥ、ワントップの位置にはジャーメインが入りました。一方こちら大宮アルディージャです。ゴールキーパーが笠原、ディフェンスラインは5枚です。右から飯田、海家、新里、元岩田です。市原、岡庭、アンカーの位置には大卒ルーキーの高柳、そして中盤右に黒川、元岩田、左に小島、ツートップが室井と守備力、7月に入ってきました新外国籍選手です。そして松本雅也選手、前節秋田戦で J リーグ通算300試合出場を達成しました。花束と記念のパネルが贈呈されます。 J1 で107試合、 J2 で165試合、 J3 は28試合、今日が301試合目の出場ということになります。さあもう一度奪い返したドゥドゥ、右サイドに展開します。鈴木優斗、高い位置に入ってきた、早めにクロスを入れてきた、ジャーメイの頭いません。ボックスの中まだチャンスは続く、岩田右足振り抜いた、バーの上越えてきました。決定的なシーンでした。シュートを打った、そしてもう一度大きくクリアした、ここは切り抜けました岩田。いや、ここも大宮決定的なチャンスでした。ビッグチャンスでしたね。非常にこう柔らかいボールでしたよね。しっかりとこう叩くようなヘディングシュートで、岩田の選手たちはライン上でよく書き出しましたね。シビルトクはファーサイドにポジションを取っています。そして海家、この辺がファーサイドにポジションを取っていますが、どこに合わせてくるか。高柳ニアサイド、ボールが浮いている、ヘッドでスライディング、ゴール前、ゴール決めました。先制ゴールは大宮、室井です。大卒ルーキーの室井、4試合ぶりのゴール決まりました。1対0。非常にいいボールでしたよね。ニアを狙ったボールだと思うんですけど、非常にこうクリアしにくいボールでしたよね。そのいい反応しましたよね。この中でちょっとアクロビバティックなシュートでしたけど、この黒川もねしっかりとボールに競って、しっかり反応して、アクロバティックなちょっと斜めのシュートですけどね、非常によくミートできたなと思いますね。ニアサイドには伊藤、中央ヘディング、決めた。1対1の同点、伊藤真希と決めました。伊藤も非常にこう少し、ね、こう当て感素晴らしかったですよね、はい、このボールの軌道を変えながらサイドネットに、ね、こう行く角度のボール当てて、いいこう強いシュートじゃないですけど、非常にコースを狙ったいいヘディングだったと思いますね。下げて飯田が中央、インナーラップしながらそのまま上がっていく、持ち上がっていく、ミドルレンジから右足、キーパー弾きました。まあ、ここですよね、ここまでの距離ですよね、まあ、非常にこうリズムよく、非常にスピードがボール持ってから上がりましたもんね、はい、もう一度右サイド、鈴木優斗、さあ、岩田が攻勢をかけます。古川ドリブルで左足、右に外れていきました。前線の選手を変えてきました。その中のボックスの中に入ってきた、うん、持ち上がっていく、シビルトク前を向いて右足決めた、シビルトク2試合連続ゴール、2対1、大宮が1点のリードと変わります。まあ、変わったばっかの猫の中野ですよね。サイドボール仕掛けましたよね、ゴール方向に向かってですよね、ここタイミング一つ外して置きに行くようなシュートですね、コース狙ったね、はい、素晴らしかったですよね、前線に送ります、うん、いいとこ見えた。ここは古川、
ボックスの中、うん、うわー、フィニッシュはこれは決められません。ここは松原、高い位置に古川、その古川に預けました。さあドリブルで突破をしていくか古川、一旦これは下げます。中央には後藤、ボックスの中藤川、自ら打つか藤川、決めた藤川、2試合連続ゴール、同点ゴール、藤川背番号13番藤川、見事にサポーターの期待に応えました。まあこういうところでね、狭いスペースの中で自らスペースを作ってクロスのシュートですよね、まあ、素晴らしいゴールだったんじゃないですかね。はい、鈴木優斗、視界に入ってくる、ドゥドゥ、ミドルシュート、キーパー出た。大宮、あ、茂木、これはファウルです、うん、早めのリスタート、飛び出してシュートはブロックした、これもブロックした、リカルド・グラッサ、最後のチャンスになるか岩田、今シーズンはここまでセットプレーから21点を挙げています岩田、ドゥドゥがボールをセットした、ファーサイドヘディング勝負、うん、決めた、リカルド・グラッサ、リカルド・グラッサ決めた、今シーズン2点目リカルド・グラッサ、東京オリンピック金メダルを獲得したブラジル代表、センターバック見事な勝ち越しゴール。勝ち点3が欲しい岩田、ここでタイムアップ、ジミロ、終了間際リカルド・グラッサ見事な逆転、3点目を叩き込みました。岩田は3試合ぶりの勝利、3対2、岩田が大宮を破って J1 自動昇格圏2位を死守しました。